こんばんは、ルミです。今日は生肝体の作り方を、レクチャーします。まずは、部屋の温度、照明の明るさなどを、開発される人の好みに合わせて、開発される人が、リラックスした状態で受けれるように、セッティングしてください。で、まあ、開発するときなんですが、まあ普通に前儀してもらってたらいいと思うんで、その中で確実に感じる場所を一つ探してください。そして次に、生肝体にしたい場所を見つけます。で、感じる場所を A として、生肝体に変えたい場所を B とします。そしたらまず A を触ります。まあ、触ると言っても、まあ、3秒ぐらいで、次に生肝体に変えたい場所 B を3秒ぐらい触ります。これをしばらく繰り返していきます。で、 A を触ってる時に、開発されてる人の表情を見て、確実に、気持ちよさそうな顔をしているのかチェックしてください。で、しばらく AB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  と触っていって、で、そのうち不意に ABB とやります。すると気持ちいい普通、気持ちいい普通っていう風な、反応をしてたと思うんですけど、ABABABB でいくと、気持ちいい普通、気持ちいい普通、気持ちいい普通、気持ちいいってなるんです。まあ体が錯覚を起こすというか、そんな感じですね。これは男女両方ともに使えるテクニックなので、これでやってみてください。そしてもう一つ、これはちょっと家庭での話になるんですけど、同時に触るといいんじゃないかなと思います。気持ちいい方の A、 普通の方の B を、左右それぞれの手で触っていって、そのB の方にも気持ちいいという錯覚を起こすというか、その A が確実に気持ちいいので B もなんか気持ちいいかもみたいな。で、この家庭の方の話は、こう何回か繰り返さないと定着しないと思います。まあ、初めの方の ABAB の方も、結構早い段階で B も気持ちいいっていう錯覚を起こすんですけど、定着させるのはやっぱり何回か繰り返してもらう感じになるので、その度に2人で一緒にいる度にやってもらうといいかなと思います。ではぜひ試してみてください。ルミでした。